次に IQ を比較してみた反応集。ビッグバン。天才。振動。異能がいらない。藤井聡太。藤井か聡太がタイトル名になってもおかしくない男。名人と書くのはまだ慣れていない男。うまい。Y の10倍うまい。竜王は書き慣れてるのか。先日。慣れもあるであろうと生えた筆でもある男。なんか熊っぽいのが見えてる男。これが七冠の責任か。新名人頑張って。さすがに対局以外のお仕事もますますたくさんで大変そう。体調に気をつけて頑張ってほしい。それベトナムから帰ってきてからじゃないとあかんの。これから海外での対局か。海外は初なのでは、疲労が心配。竜王。名人。叡王。おい。王将。棋王。棋聖。追いつつもあるやんけ。もう一個でタイトルコンプやぞ、王座。戦国の世に王は乱立するものだから。藤井聡太竜王名人王叡王棋王王将棋聖。強い各国なみかん。呪文かな。ファンタジーの王族でよく見るなったい名前やん。竜王。せい。ロリコン。ロリ王。ロリキング。クズ竜王。ロリ竜王。史上最強のロリコン。トーキビューダ。衛星ロリ王。罪。幼女誘拐現行犯。ロリの竜王やかった。押し出し。治安。イリーガルユースオブハンズ。通報しました。さすがロリ王、俺たちにできないことを平然とやってのける、そこに痺れる憧れる。それはそうと通報。まったく、小学生は最高だぜ。窓から放尿師匠の弟子。師匠の CV 器物事務団。師匠がソシャゲ廃課金。師匠の機構はちゃんと理由付けされたろ。そうかな。そうかも。なのに体力としてるのに食い込めるつは。どっちかっていうとロリが勝手に舞い込んでるだけだから。ジェイスケンとかシャルちゃんは。うん、ロリキング。感を増すごとにロリコンの度を強めていく変態主人公、バイ、作者。他のラノベで老朽の主人公と並ぶ男。この上が、幼女の気配を感じられないだと。将棋聖人。魔王。西の魔王。想像の遥か先の意味でソフトに立ち向かっている男。作中でいくら将棋で恐れられるべき所要と実績を残そうと、それはそうと一貫してロリコン権利に揺らぎはない男。クズリュウヤイチ、CV 内田優馬。藤井聡太、CV 藤井聡太。イケメンからロリコンや新生の弟まで何でもこなせそうな優馬だぞ。どっちもすごい、こなみかん。クズリュウヤイチ、15歳2ヶ月でプロ入り。藤井聡太、14歳2ヶ月でプロ入り。中学生で将棋のプロ棋士になったのは羽生さんなど他に4人いるけど、やっぱり藤井聡太の14歳2ヶ月は異質らしいな。なお竜王のお仕事作中にて小学6年生でプロ入りを果たしたクヌギ聡太という同誕生日のショタがいる模様。モデルは言わずもがな説。ちなこのショタも主人公のヤイチをいろいろな意味で狙っている模様。壊れるな。まだ無冠ではある。なお、囲碁では今年9歳4ヶ月のプロ棋士が誕生してる模様。クズリュウヤイチ、割とハーレム。クソが藤井聡太。やたら昼食で寝とうよおじさんにうざがらみされる。クズリュウヤイチ、トラブル。どっちも戸松遥かヒロインやんけ。ヒロイン。ちょっとストーカーしたり御堂筋くんみたいな気候を繰り返すだけのマジモンの頭飛んでる系ヒロインやぞ。藤井聡太、シーナ SF 三部作のアド、バード。謎の生き物、荒廃したヘンテコな街、闇の二大勢力。独特で謎めいた世界を二人の少年が探検する SF 小説。すっぽい引き込まれたぞ。
なんというか、青春の暗さが根底にある面白さだったんよな。藤井聡太、不明。クズリュウヤ一、巨乳好き。ロリコンなのに巨乳好き。妙だな。ヤ一は普通にケイカさんとかマチさんとか玉4の早急に視線が吸い込まれてるんよな。姉弟子が別格だっただけで。それはそれで小学生最高発言もしてるんだよな。通報しました。藤井君には勝利の力と引き換えに特殊な成績を持っててほしい。コミックエローとかけなんだこの風量被害。シャウゼキシャウジュワキュミニットシフキワカイニンルー。藤井聡太、相掛かりと矢倉は勝率9割、2022、相掛かりブームの火付け役、2022、角換わり、2023。今やってる棋聖戦の第1局は角換わりで勝利を収めました。この前の名人戦でタイトルを奪取した時は渡辺名人の矢倉を雁木で受け止めて鋭い寄せが決まってた。お見事。どんな戦型でも結局バランスよくさせてる印象。これだけタイトル戦が続いて研究する時間も取れなさそうなのに、ストックあるのかな。クズリュウヤ一、物語冒頭、居飛車、後手番一手損角換わり、現在、オールラウンダー。もう第2巻からとか早いレベルでオールラウンダーになってたな。成績もオールラウンダーか、とか劇中で言われてた気がする。津田健さん、岡間テイスト、との勝負がきっかけでそうなったんよな。今となっては何でもできるという怪次元みたいな勝利さすけど。オールラウンダーを目指した流れしかり、高圧的な態度、番外戦術などなども細かくも意味がある、そういう描写が作中かなり多いと思うわ。アニメでは多少ロリに傾倒してる節があって動画コメントで原作を読め、ってなったりしてたな、故障。竜王のお仕事、第18巻、2023年7月13日発売です。ご視聴ありがとうございました。良ければ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。